はい、こんばんは。こんばんは。そうです。今回は、はい、アキイカどの駅を使ったら一番イカが釣れるのかっていうのをね、はい、検証していきたいと思うんですけれども、はいはい、一つのメーカーで今回はやっていきたいと思います。うん、で今回はですね、山下、うん、山下の駅ですね。山下の3種類ですね。3種類。これはエギオライブですね。ライブ、ライブ、はい。ダート系ね。うん。二つ目は、はい、皆さんおなじみ K ですね。K シリーズ横に、はい、K シリーズ。サーチですね。ラトルです。ラトル入ってるね。はい。で今回ですね、比較的に新しいネオブライトのシリーズ合わせてちょっと3種類ですね、選んで持ってきてます。これね、今ね買ったきたばっかなので、誰がどれを使うかまだ決めてないですよ。じゃあまず一人ずつ、じゃあ候補、どれを使いたいか。あ、俺言っていい？はい、エギオサーチを使いたい。まあ、理由は、まあ、ラトルっすよね、はいはいはい、とダート系であること、はいはい、まあ、硬活性のイカを取るって書いてますからね、硬活性イカを取るって書いてますからね。そのままやから、まあ、自分はライブっすね。なるほど、ライブ。お、もちろんそのダート系ってのと、自分ラトルがあんまり好きじゃなくて、なるほど、で俺 K がいい。お、 K がいい。 K、 いや、なんでかって、はいはい、K しか使ったことないんですよ、いつも使ってる K でどうなのかっていうのをやりたい、ね、まあ綺麗に分かれたんで、はい、早速海に行くぞ。いや、なんだけボラって呼ばれるんですか。はい、到着しました。はい、早速やっていきたいと思います。オレンジ、オレンジソルベ K シリーズ、はい、クラクラウッディってやつ。はい、クラクラウッディ、ネオブラね、これも。いや、続いては私、ショコラブラウンですね。ちょっとこれ分かるかな、このお腹のとこだけ赤テープ。しかもさ、こいつだけさ、なんかさ、背中になんかさ、ついとるよね。いいよ、これ釣れるんじゃないですか。テンション上がってきた。単純調査ということでね、調査で、はいはい、超検証していきたいと思います。はい、レッツゴー。1投目いきます。ショコラブラウンですね。これ釣れるっしょ。うわ、ここ潮結構いくとね。潮がいってますよ。これは釣れるんじゃないっす。さあ、どのエギが一番いいのかね。オレンジソルベっすね。一発目ですね。やばか、このエギ。めっちゃダートしよるもん。はい、ということで1投目いきまーす。わー、釣り久々。塩はすごくいい感じだけどな。はい、場所移動しました。はい、場所移動しましたね、ショタ。場所移動しましたよ。街灯があります。ちょっと明るいとこです。よいしょ。って持って行った木の下、今ちょっとこういう状態で投げてみよう。新しい堤防の下から。いや、はい、そうなんですよね、雨が。あ、魚。あら、来たー。よっしゃー。あら、来たー。よっしゃー。来たー。おー、あら、
ちょ、待った待った待った、なんだこれ。あ、魚かも。魚かも。あれ誰誰誰、おるとついとると。いや、でかい。誰、一回一回、でかいでかい。ほんとだ、でかいでかい。あー、少しかかかってない。任せろ任せろ任せろ、持ってくる持ってくる。ある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 。ちょっと待って、これはめっちゃいい走りしとったやん。びっくり。わあ、でもちょっとやばい。大丈夫大丈夫、テンション張っとけば絶対大丈夫。ちょっとね、ちょこっとしかかかってない。ちょこっとしかかかってない。ほんとちょこっとしかかかってない。大丈夫って、そんな焦らせんと。これほんま、最初だけしてる。大丈夫してるの、これ。かけれるかな、ごめんね、糸にかけたら。ボラちゃん、ごめんね。ボラち。両肩や。うおおおおお、いいの。行きました、ありがとうございます。アップねー。はい、よいよいよいよ、僕のちょっと、うわ、いいサイズよ、ふみちゃん。ちょっと、これいいサイズ。はい、測ってみていいですか。続き測りましょう。はい、ゼロ、OK でーす。そのまま行きましょう。行きましょう。かけれるかな。なんだ、ほんと。いやいやいや、うん。あ、ボラです。こういうことですか。あ、こういうことです。でもまあ、いいサイズ、まあ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 、秋のアベレージを超えとる。エギオサーチの、サーチ、はい、ショコラブラウンですね。へぇ、ショコラブラウン。で、お腹のとこがっつり噛まれてますよね。お腹から食い上げでしたね。ほんまや。よし、投げよ投げよ。エギオサーチ、頭一つ出ちゃった。フーミンがでかいの釣ったよ。やっぱラトルなのか。イカやった、イカやった、イカやった。はい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 、目かけたと思ったら、うん、いいサイズいいサイズ。あんたピューってせんでんね。はい、置きます。ちょっと、はい、イカでした。めっちゃ寝かけたと思った。お、両型。エギはエギはこれ何やったっけな、ピーカンブル、ピーカンブル、ネオブラ、ネオブラの K シリーズ。あ、K? K シリーズのピーカンブルーですね。いや、まさかの K。 K シリーズ、結構ボトム放置みたいな感じで、うんうん、なんかコツコツってした件は寝かかると思って普通に錆びたらキュンキュンキュンって。なるほどね、錆びくパターンです。確認ね。何ヶ月ぶりやろ、イカ釣ったの。イエーイ。ちょこっとだけね、場所移動してきました。引き続きね、この超過があったショコラブラウンでってことになります。セブンですか、これ。はい、配給の来た、配給のイカバ釣り機ランケンが。あ、イカ釣った。これこれ。どれ？レモンスカッシュ。いい。助かった。おお、俺これが。今日仲いいやん。だってしゃくった時やったろ。ここだとそんな何やろ。パってなってる。リアル立ちやる、だって多分。いや、ナップとかの外れとったらほら縮れるやん。うんうん。すぐ2目のね。大きい大きい。ねえ、なんかさ、お前はさ、俺がさ行ってさ駅なくなったら釣るよな。イエーイイエーイじゃねえよ。イカイカイエーイじゃねえよ。これリリースしますね、うん、それちっちゃいけんリリースしてあげよう。
というね、さっきと一緒ですけど、シリーズのピーカンブルーです。これ釣れる、釣れる、いいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なに、ミランデ。まあね、今回はエギの検証ということで、はい、そう、ね、そう、うん、そう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 、今回の結果は9よね。9ですね。はい、でカラーもね、相まったのかなって思いつつ、うん、まあまあまあ、ピーカンブルー良かったね。あれ良かったね、うん、まあトータル年中はい、K でいいんじゃない。使い慣れてるっていうと、まあまあまあ、それもあると思うね。操作性のやっぱ、良かもんね。フーミンのもね、サイズ良かったしね、うんうんうん、あれは本当、ラトルの強さの感じですね、うん、なんであんのちっちゃいワンドかって言ったら、両サイドにロープが入ってたんですよ、うん、そうそうそう、だからあのちっちゃなワンドでだけフルキャストはできない状態、うんうん、でのやっぱアピール、うん、やっぱハイアピールってこと考えたら、うん、サーチ、サーチ、サーチ、うん、サーチね、うん、まあ検証的に言うと、うん、K がやっぱ安定して強いのかなーって、うん、使いやすいですね、うん、ぜひ、うん、皆さんも釣り仲間と一緒にやってみるのも面白いかなーと、うんうん、楽しいと思います。楽しいと思います、うん、楽しい。まあそんな感じでね、はいはい、少しでも参考になったなって思ってくださる方は、はい、高評価、はい、チャンネル登録、はい、ベルマークまでよろしくお願いいたします。お願いします。今回は、うん、はい、ボラさんによるボラのモノマネ締めたいと思います。お願いします。まずボラじゃないし、ボラはもうこれやん。